なんで LINE 返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？付き合いが長くなると、彼氏からの愛情表現は少なくなっていきがちです。では、世の女性たちは彼のどんな行動から幸福感や満足感を味わっているのでしょうか？私、彼に大事にされていると感じる瞬間について探っていきます。わずかな時間でも直接会いに来てくれた時、忙しい時間を縫ってきてくれたことに感激。20代女性、時間や手間を惜しまなかった気持ちが嬉しい。30代女性、少しでも顔を見たかったからと言われて感動した。20代女性、おしゃれをした時に褒めてくれた時、変化に気づけるほど興味を持って見てくれていたことに驚いた。20代女性、できる限り見送ってくれた時、夜道は一人で歩いちゃダメと心配してくれた。10代女性、合宿や出張中でも写真付きのメールで連絡をくれた時、遠くにいても思ってくれている気持ちが伝わってきた。20代女性、普段は大事にされていると感じられないこともありますが、ふと優しさが垣間見られると温かい気持ちになりますね。女性も相手を思って行動すれば彼氏に気持ちが伝わるはず。男女ともに大事にされていると実感できると、より愛情が高まります。